さあ始まりましたセムトーク。早速ですがまずは自己紹介をお願いできますでしょうか。はい、作曲家、アレンジャーの上倉Noriyukiと申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どういった、お仕事をされている方なんですか。今作曲家とお話ししたんです。はい、もう、ゲーム音楽をの BGM 制作ですとか、そういうことをメインで、制作を行っております。バンドもされてると。SaGa シリーズのオフィシャルバンドですね、はい、そちらで、リーダー と、バンドマスターという形で、はい、あと全曲のアレンジも、はい、担当させてもらっています、はい、さらには音楽大学にて講師もされていると。そうですね、もともとゲーム音楽やるために、はい、音大を目指したっていうところもあるんですけども。あ、そうなんですか、大学の講師をされる時も今のようなファッションでされてるんですか。ですねこれはですね、そこ用にそういうことですか。大学ではどのようなことを教えられてるんですか。まあ、作曲全般なんですけれども、はい、作曲をメインにしつつもいろいろとパソコンを使って曲を作る、本当に制作の中身ですよねっていうことのやり方を教えたりとか、あとその作曲アレンジも含めてですけど、そういう形で、作曲に関わる全般をちょっと教えてるっていう。あ、そうなんですね。まずはスクエアエニックス作品でこれまで携わられてきたものっていうのはどういった作品になるんでしょうか。はい、遡ると、はい、14、5年ぐらいになると思うんですけれども、僕その時、今はフリーなんですけど、はい、その前はベーシスケープという音楽制作会社にいまして、はい、で、社長代表を務められているのが崎本仁さん、はい、で、伝説のオーガバトルとか、はい、タクティクスオーガとか、あと、ファイナルファンタジー12ですね、はい、を担当された方が代表を務める会社にいまして、で、そこのちょっとお仕事の一つとして、ファイナルファンタジー12の、レバナントウィングスという、はい、任天堂 DS 用に出されたゲームがあるんですけれども、はい、そちらを担当したのが、スクエア・エニックスさんとの初めての、関わりというところになりますね、はい、そこからも、いろいろなスクエア・エニックス作品には携われたんですか、はい、そうですね、はい、それを皮切りといってはなんですけれども、はい、そこからいろいろと、ロード・オブ・マービニオンというゲームであったりとか、タクティスクオーガンのリメイクですね、運命の輪ですとか、はい、そういう形でいろいろと、はい、関わらせていただきました。特に印象に残っている作品みたいなのはありますか。インペリアルサガですね、はい、っていうゲームが、出たんですけれども、今までのSaGaシリーズの、続編という形で出たゲーム で、はい、でそのゲームの中のアレンジをということでお話をいただいたんですけれども、はい、今まで発売されてきたSaGaシリーズの作品の中で、続編にあたるものの曲を担当できるっていうのはすごくやはり当時はもうめちゃくちゃ嬉しくてですね、はい、でもうかなり気合を入れて作って、自分がそのSaGaシリーズも大好きだったというユーザー目線もちょっと入れつつ、はい、曲を作らせていただいて、で、それが発表されると結構いろんなユーザーさんというか、すごくとても良かった、かっこいいという、はい、ご意見をたくさんいただいて、そういうことも含めて、初めてSaGaシリーズにも関われたし、ユーザーの皆さんからの反応もすごくありがたいことがあって特に印象に残ってます、ね、はい、